のカリスマだった人でテレビにほとんど、まあ、ほぼ出なくても唯一じゃないかという尾崎豊さん。そうだね、はいはいはい。なんか覚えてることってありますか？あ、それは覚えてますね。あの尾崎さんが一度、別荘の方に行かれて罪を晴らして戻ってきた時、夜ヒット初めて生放送にで歌うっていうね、太陽の破片、尾崎豊君の登場です。どうぞ。今日思いの丈を披露してくれるわけなんですけどもね、歌によってね、はい、やっぱり15の夜はじめとして校舎のガラス窓を割り続けたとか、こう若者の憤懣やるかたない世の中や大人に対する思いってあるじゃないですか。でそういうものを歌い綴ってきたあの天才である尾崎豊がやっぱり刑に服した後なんでガッチガチ硬いんですよ。でそれを僕が歌前でほぐさなきゃいけないインタビュー、生放送やってるわけじゃないですか。だけどほぐせなくて悪かったなっていうのはちょっと記憶に残ってます。あのいろいろ考えてもやはり天性のものが音楽に関してあるわけですから、その才能を発揮して、そしてこういう場で自分の作品を発表し続けることが一番今後の方向としていいんじゃないかと。それはやっぱり番組側ももちろんそうですけど、本人の意思でもあるわけですよね。僕の素直な気持ちを曲にして、これからずっと歌っていきたいと思います。多くの言葉よりも今日の歌をね、本当に今の心情をね、あの彼本人が伝えてますので、ぜひ皆さん聴いていただきたいと。じゃあ歌の方スタンバイと思います。嫌なとこ切り取ってくれましたよね。最悪です。やっぱり僕はね、お迎えするにわたって番組の姿勢をきちっと言わないとまずいっていうのがあるんですよ。でそれは言ってますよね。番組としてもあえて出ていただきたいと思ってお招きをいたしました。それはいいと思うんです。番組を代表する司会者なんだ。だけどさらに尾崎さんとしてもこういう理由で出てくれたんですよねっていうふうに先食いしてるでしょ。番組としてはこういう姿勢でお招きしました、そちらはどうなんですかって全面的に振るべきですよね。でどっか怖くてこういうことでいいんですかって聞くまでもない状態まで持ってっちゃってるでしょ。最悪です。あそこすげえな。ほんと勉強になる。ありがとうございます。だって自分のなかなかいいとこばっか使わせたら偉そうになるじゃないですかね。自分の顔を出してる。本当に悪いとこばっかだね。昨夜一晩中、これいい歌なんだ。欲望と